るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。まるちゃん見てる、くるぶしです。ジョラです。キーオッケー、始まりましたけども会場の広いが長いわ。いやー、なんか拍手が今日はなんと、いやクルチョモチャンネル初めての公開収録ということでカフェラクーンさんに来ました。拍手。今日どうしたんですか。今日ちょっとね、いろいろありましたね。YouTube でない僕を知ってる人は普通はこうなんです。びっくりするよ多分、ね、マルちゃんとか。でも俺もほら、チョモちゃんもほらパンダキャラじゃん、うん、俺もパンダキャラやな、本当にこんなに差があるかなって思うぐらい。あの僕はあのアウトローな方なんでね。でいきなりなんですけど、はい、嘘ってつきます？嘘つく時もあるよ、そら。例えば二股して会いたいとか言われても、あの今日はこっちの予定があるみたいなことない？探るくるぶし。俺めちゃくちゃあのバレやすいんですよ、すごい。あ、そう。あのすぐあの顔に出ちゃうタイプ。なるほどね、うん、で上着もバレたことありますし。なるほどね、うん、いやこのなんかちょっと好感の差が伝わっちゃった。俺を下げようとしてるのに、なんで自分で下げてんの？こう詰めるやろ。俺今からまた3つなんか言って、うん、1つ嘘やからちょっと見破ってみて。あ、でもほんまのこと2つ言わなあかんな。そうで1個嘘やねんな。そう、難しいな、さっき考えとかなあかんかったね。めっちゃ考えてるよ。難しいな、それ考えるの、うん、まあじゃあいいよ、今回はそんな嘘を見破る機械を買ってきました。売ってんの？それがですね、こちらビリビリ嘘発見キージョークグッズ。はい、ということで得意のドンキホーテですね、1900円ぐらいで買ってきました。嘘は必ず見抜く。だったらドンキに金落としてる。ありがとう、梅島店。これほんまにビリビリするやつ。どうなの？ でもここに書いてあるのが、うん、対象年齢6歳って書いてあるんですよ。だから、うん、結構わりかし、うん、そんなでもないんじゃねって思ってるの、俺的には。はあ、はあ、ということでこちら開けていきましょうよ。開けていこう、ね、できた。お、はい、開けました。お願いします。じゃあ開封しましょう。はい、開封の儀。なんかすごい、あの仮面ライダーの人造人間作る機械みたいな。それ見たことない。え、っていうかもうこれが雑に入ってるだけ。なんかこうさ、よくこう発泡スチロールでこう囲ったりするんじゃん。え、これだけや。え、これどうなんだ。電池入れろって。あ、電池、炭酸3つ意外と使う。カレントモード、バイブレートモード、これどうしたら選んでるか分からへんな。電気か振動かを。どうやって選ぶんだ。あ、じゃあ説明しよう。今スタートランプつかへん。あ、オンオフスイッチがどっかにある。あ、これでした。怖っ。怖っ。え、マジで俺ダメなんだけど、こういうの。振動か電気ショック選べるっていう感じなんですけど、それどうやって選ぶの？あ、これ今ビリビリじゃない？あ、まあ置いて、手を当てて質問に答えるだけという、はい、感じ。じゃあ行きましょうか。行きましょう。どっちから行く？じゃあ、じゃあチョモちゃんから行きましょうか。で、チョモから行く。え、俺がはいかいいえかで答えるんやな。そう。これめっちゃ怖いねんけど。怖い。あ、じゃもうやっちゃうよ。え、親指はない？親指も太くある、ここに。あ、ほんと。じゃあスタートします。じゃあ、くるぶしからですね、チョモちゃんに、質問を考えてきたんで、そちらを。じゃあ、行きます。はい、どうぞ。犬より猫派だ。いいえ。大阪より東京の方が好きだ。いいえ。ここめ、実はデブ戦だ。いいえ。え、これどうなってる？ぶっちゃけダサいトレーナー気に入っている。いいえ。
はフルーツよりラーメンが好きな。いえ、ちょっと当たんねえな。黒髪ロングが好きだと言っているが、ぶっちゃけツインテールロリが好きだ。いえ、怖っ。逆難されたことがある。はい。寝るときは裸族。いえ、これさ、俺ほんまのことしか答えてないからあかんのじゃない。いや、こいつが優秀なんやで。そうだね、うん、でも1900円よ。高度な技術が入ってると思えないんだけどね。あ、じゃあイエスで答えて。分かった、全部入る。はい。ごめんね、実はデブ戦だ。はい。壊れてんじゃん。ごめんね。はい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 。来ないぜ、これ。ちょっと待って、これもう一回押すんかな。あ、今。あ、そういうこと。実はデブ戦だ。はい。怖っ。あ、怖っ。怖っ。怖っ。大阪より東京の方が好きだ。はい。あ、もう一回押す、うん、あ、そういうこと。一回一回押すのか、うん、そういうことか。一回押すらしいです。じゃあ怖いよ。犬より猫派だ。はい。大丈夫。僕からはどうなんだよこれ。もう一回言ってみましょう。ぶっちゃけダサいトレーナー気に入っている。はい。めっちゃ怖い。ビリビリですわ。マジで。あ、じゃあちょっと逆に席変えましょうか。はい、あ、うわ、怖っ。めっちゃ怖い。怖いわ。よし。もうほら、ブンブン言ってんじゃん。あー、怖い。はい、置いて。とりあえず置きましょうね。怖っ。うわー、俺怖いの一番嫌いなんだよ。いや、皆さんを笑わせると。あー怖い。行くで。あ、怖っ。チョモのことが嫌いだ。はい。これあの2000円にしては結構。いや、そう、危ない危ない、これ危ないよこれ。マジでこれ。いや、でもあれやな、当たんのね。当たるね。俺のこと好きなのね。ああ、好きですよ。いや、いってマジ。じゃあちょっと逆に、もういいよねこれ。もういいよね。いや、これは2000円にしてハイクオリティね。いやー、結構当たってるし。そうね、いや、そうね、ね、うん。
いや、いいんじゃないですか、これからの忘年会シーズン。値段の割にはマジで本格的だし。いや、これ結構いいっすね。いや、そうね。クルチョも買った中では結構いい商品。思った以上にね。思った以上に結構来るのよ。だって俺まだ痺れてるもん。もうほんとほんと。はい、ということで、はい、今回はですね、クルチョもチャンネル公開収録にこちらのビリビリ嘘発見機の、ご紹介でした。ありがとうございます。右利きだけ伸ばして、ポーズ取り込んでね。バイバーイ。